え、そのさ、お兄ちゃんズたちのお三方はさ、うん、お兄ちゃんって呼ばれたいもんだ。なんかそういうことではないの、みたいな。いや、でも、俺、タクト君にお兄ちゃんって呼ばれたいです、ちょっと。それはさ、外の子だからよ。外の子って。外の子だから。外の子だよ。外の子。よその子。よその子だからだよ。ちょっと試しにさ、タクト君お兄ちゃんって言ってみてよ。言ってみてよ。で、なんか、ちょい、ほら、ここさ、93年だから3人とも。ちょっとそれぞれ呼んでみて。じゃあさ、それぞれもし、お兄ちゃんだったとしたら、なんて呼んでるかを一人ずつやっていこう。ああ、タクトが、タクトがね。自分が弟であって、もう一人一人、こう、同じ兄じゃなくて、まあ、二人兄弟のペアだったらなんて呼んでるか、うん、それぞれなんて呼んでるか。じゃあまずはホズミから。じゃあホズミタクトだった場合。僕お兄ちゃんだとなんて呼ぶんですか。え、ゆうや。ああ、呼ぶのもわかるよ。ああ、ゆうやって感じする。じゃあしゅん行ってみる、うん。え、お兄ちゃんって呼べないな、なんか。え、なんて呼ぶ。なんじゃ兄弟だったらなんて呼ぶの。なんでなんかお兄ちゃんっぽくないのかな。なんて呼ぶ。しゅん。ああ、やっぱ名前よ。その、あの、ほら、ホズミさんとは違うルートのシュンよ。あわかる？舐めてるユーヤと、舐めんなよ。舐めてるユーヤ。親しいシュン。ああ、仲いいが言えない。なるほどね。ああ、嬉しい嬉しい。ああ、じゃあ嬉しい。で、まあ、じゃあ僕はお兄ちゃん。ああ、いい、いい。まあ、ユーヤとはね、圧倒的お兄ちゃん感があるよ。あの、悪くない。悪くないね。お兄ちゃんいいね。言うとお兄ちゃんやっぱこの3人だったら弟にしたいのはやっぱタクトですか、断然。いや。あー、どうなんだ？言うとお兄ちゃん、うん、ご飯。食べたい。高い焼肉食べたいな。おい、言うとパン焼けよ。お前は嫌だ。お前だけは嫌だ。よその子にされます。お前はね、お前って呼ぶわ。俺の弟よ。そうなるわ。まあでもなんかいいな。やっぱないものねだりですけどね。まあそうだよ。としてはね。お兄ちゃんも弟ですけど。